り一面真っ赤なの？ほんと、薄暗くて陰気な場所ですね。こんな場所で夜を迎えたら、いかにも恐ろしい獣の霊が出てきそうだな。ふん、傭兵、怖がらせようとって無駄よ。私、全然ビビってないからね。周りに人の気配はないのに、なんだか背後に寒気を感じますよ。こんな時後ろを振り返ると、血まみれの獣の霊が目の前に！ああ、後ろ！そこまでビビることは。うわあ！ビビった。歌姫をビビらせようとして、見事に返り討ちとはね。誰かに追われてるんですか？ワルキューレが…助けてください！ふん、愚かな人間ども、私の邪魔をする気か？早めに終わらすとしようか。アメツを与えよう。ここに集え。全軍に命じる。守りを固めたまえ。お主、このわらわに挑むつもりか？まだね。まだまだ。うん、大丈夫。回復せよ。気持ちを新たにしていくぞ。サボるな。任せたよ。全部回復。一気当選だ。跡形もないぜ。大丈夫。聖剣解放。私に挑みたいの？諦めろにゃ。しっ、何か妙な声が聞こえてこないか？よく聞いて。どうした、まだ続けるか？彼は初めてなので、まだ慣れていませんね。この体勢はいいな。ぴったりと入れられるから。さあ、動くなよ。やめろ。こいつら何をしてるんですか？なんだか変なことしてるように聞こえるんですけど。傭兵、あなた興味津々って感じね。
は自分の初体験が寒い実験室の中ではなく、ここであったことを幸運に思うべきだ。ワルキューレ様の怒りを買うとどうなるか分かっているだろうな。やめろ、そこだけは。こいつら何をしてるの？声だけじゃよくわからないわ。盗賊、お前なんでそんなにニヤニヤしてるんだ？盗み聞きってのも意外と楽しいもんですね。状況がわからないことには動けない。もう少し聞いてみよう。ワルキューレの恩恵は誰にでも授かれるものではないのよ。貴様も試してみたいでしょ？やめろ、やめてくれ。何？あいつら一体何をしようとしているの？いっそのこと中に入って手伝ってあげましょうか。なんか妙だね。人様の楽しみを邪魔しちゃ悪いですよ。まずはラーナワンを探しましょう。そうよね。まだラーナワンがどこかで私たちの助けを待っているわ。分かった。だがラーナワンの居場所を探らないとね。帝国兵を一人と捕まえて聞いてみたらどうか。見てください、あそこにおあつらえ向きの帝国兵が一人いますよ。行くぞ、後を追うんだ。みんな見て、あそこにうつくまってるのラーナワンじゃない？これは大当たりでしたね。彼女をどこかに連れて行くつもりか？ここは敵が多い、慎重に行動した方が賢明だね。とりあえずは様子を見ようか。こいつは我々が老犬者を掃討する際に発見した妖精です。神の使者様、よくやった人間。神王様の祝福はお前たちと共にあるだろう。なすべきことをしたまでです。この妖精を実験室に連れて行け。私の新しい実験をまだ妖精に試したことはないからな。この小娘がどんな結果を見せてくれるか楽しみだ。はっ、神の使者様。ラーナワンを何かの実験台にする気？そうはさせるかよ。何者だ？アメツを与えよう。ほっほっ、気持ちを新たにしていくぞ。まだだ。おもろいもん、ミッキー。すべてうちの思うがままや。私の手作りよ。どうぞ。うろろろろろろろ。はっ。うん。うん。いや、まだだ。いや。うん。ああ、ちょっと。一気挑戦だ。ゲーム終了。うん、まだ。いや、うん、よく、ね、よく。ほっ、ほっ。よく見て。攻撃準備。
私に挑みたいの？うん、まだだ。うん、まだだ。聖剣解放。気持ちを新たにしていくぞ。まだだ。号令を聞け。私に挑みたいの？しすぎた。